金シャチはサボテンの一種。高さは最大で1メートル以上に達し、寿命は最長で30年程度と推測されている。鋭いトゲは長く直線、またはわずかに湾曲して、黄色味を帯び、時には白色のものもある。小さな黄色い花が、頂部の冠の付近に咲くが、約20年以上経た個体のみが花をつける。野生の状態では、著しく稀で、IUCN レッドリストの絶滅寸前に指定され、わずかにメキシコ中央部のイダルゴ州やケレタロ州に自生する。本種は火山岩だらけの切り立った渓谷や高度1400メートル前後の環境で群生している。その自生地も90年代のシマパンダムの建設によって大半が湖底に沈んだ。また近年サカテカス州内で新たに別の自生地が発見された。乱獲から守るために詳細な分布図は公表していない。タマサボテン属に所属し、近隣の属、フェラーキャクタス属に分類される約30の近似種とともに、一般的にタマサボテンの仲間と認識される。本種が最初に記録されたのは1891年、ドイツのベルリンでサボテン栽培をしていた植物学者、園芸家のハインリッヒ・ヒルドマンによって紹介された。和名、金シャチの由来は当時の輸入元の中国名、金庫の音読みからと推測されるが、これを裏付ける資料等は不明である。地域によっては、一見同様に金色で、尊上のパロジやレノン5歳が、本種と混同される場合もあるがそれはブラジルとパラグアイが原産で、年を経た株ほど見分けは容易になる。IN、イクアイナキャクタスグルッソニーカルティベーション参照。ありがとうございます。